極限ですね。極限。セクション1、整列の極限。7。A イコール0のとき、ルミット N ルート A イコール1を示せ。あ、これ7じゃない、8ですね。ルミット N ルート N イコール1を示せ。示せ。問題だ。N ルート N が1であるから N ルート N イコール1プラスルート N N が0と置けば N イコール1プラスルート N の N イコール1プラス N のルート N プラス2分の N N マイナス1ルート N の2プラス N 乗 N 1プラス2分の N N マイナス1のルート N の2乗よって0、ラムダ N の2乗、2、N、0、よってラムダ N イコール0、N ルート N イコール1。
よ。まず、K を正の整数とすれば、B の N が、K プラス1階乗 N N マイナス1で N マイナス K でラムダ K プラス1で、なぜならば NK の A N イコール N の N の K で、N の N マイナス1 N マイナス K N の K でラムダ K プラス1の K プラス1のラムダ分母は N の K プラス1の実数、 A が正の実数の時は A イコール K が上で、そうすれば K がアルファ K プラス1から N の K、N のアルファ、N の K プラス1、そして NK、アルファ、N イコール N アルファ、A、N イコール NK プラス1、の N の辺が、両辺は、両辺が0となるから、A となるから、N アルファ AN イコール0、よって N アルファ AN が0。アルファが負の実数の時はマイナスアルファイコールベータが0として、 N アルファ AN イコール N ベータ A アルファイコール AN イコール N ベータ1が 0×0 イコール0、累大が L に打って E の NX のアルファイコール 0N は任意な実数を考えよう。 10番問10、X が2の実数のとき、N の階乗 XN が0である。これを答え、解。解が、X プラス1イコール K とすれば、K マイナス1イコール XK によって、0N のマイナス X の N。N の階乗 K の N イコール 1K2 の K K マイナス 1K K の K K プラス 1K N の K よって1マイナス1の K マイナス1 K プラス 1K N マイナス K イコール K マイナス1の階乗 K マイナス1K の K プラス1の KK の N イコール I の0×K プラス1の KN K0×0 0K プラス 1K を参照、 K は無限に高い数よって XN の XN が0よって XN が XN が0よって0。AN が0で AN プラス1が KAK が1ならば AN が無限大をどうしよう、はい、AN が KAN マイナス1 KAN マイナス4が KAN マイナス2が A の2乗が KA1 を辺弁かけて辺弁かけて、AN、KN マイナス K が無限大よって、よって K が1、よって AN が無限大。12